盛り込むように。あ、いけるか、間に合うか、みんな。おお、さあ始まりました、ヨアニリミッツイラストバトルロイヤル。リミッツとはですね、制限時間20分の中で行われるクリエイティブのフリースタイルバトルでございます。本日はそのリミッツと当代々木アニメーション学院初のコラボということでですね、本学院の学生やひいては講師たちが熱い戦いを繰り広げます。というわけでですね、私、代々木アニメーション学院の描画講師の徳永でございます。本日は MC を務めさせていただきますので、よろしくお願いします。あー、でもやっぱりこう滝田選手は誘導がうまいですね。あー、なんかすごくなった。あー、そっか、書き込んでるわけじゃなかったんですね。一枚一枚残して、うわー、果てを見せる。いけなかったな。果てなさん、トンカーブ打ってる。すごい、ま、あー、いけるのか、間に合うのか、みんな大丈夫、あと一秒です最後まで。なるほど、あ、なるほど、目のアップから入って、はいはい、あの漫画の上手な画面って結構、はい、黒を思い切ってどう置けるかっていうのが重要だと思ってて、なるほど、だからここでガツンともう画面の上部黒く置けるのはさすが超人先生だなっていうところ。なんか見てて気持ちよかったですね、今の黒バッて入ったところ。スクショしたのは なんか操作ミスなのか。おーおーおー、あー、なるほど。お、拍手だった、拍手が巻き起こっているぞ。さっきの解説しながら板を描くのって難しいんですよって言ってたじゃないですか。お、テーマをそのまま、橋恵子さんの方が人物が浮かび上がってくるという演出ですね。いや、いいですね、最後10秒で見せるという。